バブル時代のスキーブームパート3は岐阜県奥美濃のスキー場を思い出してみます。1987年に原田知世の主演映画私をスキーに連れてってが大ヒットしました。当時スキーキャリアを車につけているのがかっこいいとされていました。映画の影響でスキー場へはもちろん車で、仕事が終わってから出発、夜中に走って朝まで車で仮眠、一日滑って夜帰ってくる、これには岐阜のスキー場がぴったりでした。当時スタッドレスタイヤはまだほとんど持ってなくて、途中でタイヤチェーンをつけます。時々映画のようにドアを開けて道路の状態を確かめていました。今ではたくさんの新しいスキー場がありますが、当時の人気のスキー場は昼賀の鷲ヶ岳、ダイナランドの3つでした。夜明け前にスキー場に到着して車内で仮眠、リフトが動き出すのと同時に滑り始めます。早いお昼休憩をとって帰りは3時か4時頃には出発、こんなスケジュールでした。昼賀の高原スキー場です。ここはなだらかで子供や初心者向きです。当たり一面見渡せる一枚バーンが特徴です。練習に最適のゲレンデなので、スキー初心者の女の子を連れて行くのはここでした。ただ日曜や祭日にはファミリーが多くて混雑するので安心して滑れませんでした。林間コースを経由すればロング滑走もできました。昼賀の高原スキー場いかがでしたか？現在は東海北陸自動車道から5分で楽々行けます。広い緩やかな斜面と林間コースや尾根コースなどいろいろ楽しめるスキー場です。鷲ヶ岳スキー場は高低差440メートルあり、難易度では初級、中級、上級のコースがいろいろあるので、技術の違うたくさんのメンバーで行くスキー場としてはぴったりでした。ここの一番の魅力は幅が狭い林間コースで滑っている人が少なく静かだったことでした。いかがでしたか？鷲ヶ岳スキー場、現在は東海北陸道の高須インターより3分でボーダー向きのスキー場になっているそうです。ダイナランドスキー場は昔は大日岳国際スキー場の名前だったと思います。今までの2つのスキー場に比べて当時は難易度が高かったです。このスキー場は現在は高須スノーパークと共通のリフト券になっていますが、当時高須スノーパークはありませんでした。スキーバブルの時代は中級者上級者向きのイメージがあり、確か駐車場からゲレンデに出るとコースの中間に出て初心者の子が怖がった思い出があります。いかがでしたか？ダイナランドスキー場、シニアは大日岳スキー場といった方が良かったかもです。バブル時代のスキーブームパート3では私をスキーに連れてっての映画に影響されて、休みごとに車で行ったスキー場を紹介しました。当時は昼賀の鷲ヶ岳、ダイナランドが3つのいつも行くスキー場でした。今から40年近く前、映画に影響されたスキーブーム、懐かしく思い出していただければありがたいです。